シナリオ読み込み型創作ツール、ハチへようこそ。SCP-1487、JP。アイテム番号、SCP-1487、JP。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-1487、JP はサイト、8181の収容ガレージにて不透明なシートで覆った状態で保管されます。SCP-1487、JP の内部調査はセキュリティクラス1以上の職員1名以上の許可が必要であり、無人機を用いて行ってください。説明、SCP-1487、JP はゼネラルモーターズ製のキャデラック、エルドラドで、1990年、月、日に、によって購入されたことが判明しています。ドア及びフロントガラスはすべて未知の手段によって固定されており、内部への侵入は SCP-1487、JP の持つ異常な耐久性によって現在まで成功していません。また、市の関係者へのインタビュー調査の結果、SCP-1487、JP は、市が購入した以前は異常性が存在しなかったと考えられています。SCP-1487、JP の内部を直接視認した人間、以下、対象者と記載、は、それまでの一切の行動を放棄し SCP-1487、JP に接近してそのまま視認し続けます。この間対象者には過呼吸の症状が発生し、他者からの接触、言葉に対して一切反応を示しません。この症状は視認している時間が長いほど重度になっていき、1時間以上視認し続けた場合心臓発作の誘発により死亡します。この異常性は対象者の視界を塞ぐことによって収まりますが、対象者はその間の記憶を保持していません。外部より無人機を用いて撮影した SCP-1487、JP の内部の調査結果は下記の通りです。運転席、50代の男性が座席にもたれかかっている。時折目を動かしているのが確認できるが、それ以外の行動は一切見られない。調査の結果、SCP-1487、JP を購入した、であることが判明。助手席、40代の女性がキャビネットに身体をもたれかけている。身体の動きは確認できないが口から吐しゃ物と思われる物体が漏れ出ており、フロントガラス及び座席下部に同様の物体が付着しているのが確認できる。調査の結果、死の妻の、死であることが判明。後部座席、小学生らしき少女が仰向けになった状態で倒れている。目は焦点が合っておらず、口を動かし何かを話そうとしているのが確認できるが、詳細は不明。調査の結果、死の娘の、であることが判明。また、座席下部には七輪が1台設置されており、練炭らしき物体を燃焼し続けている。現在までに無人機による内部の観測は4回にわたって行われていますが、SCP-1487、JP 内部の3名及び燃焼している練炭らしき物体の量の変化は確認されていません。SCP-1487、JP は20、年10月19日に、県で、林道のツーリング中に友人がおかしくなった、という通報を受け駆けつけた病院内部に潜伏中のエージェントにより、発見されました。現場では通報者の女性が異常性の影響を受けた3名の男女の救助活動を行っており、女性の、林道に止めてあった自動車を見た途端におかしくなった、という証言から SCP-1487、JP の存在が明らかになりました。その後 SCP-1487、JP は収容され、関係者全員には A クラス記憶処理を行った後にカバーストーリー、過換気症候群、オルフしています。また、発見当時 SCP-1487、JP にはフロントガラスに下記のような文章の記載された A4 サイズの用紙が貼り付けられていました。どうか彼らに息ができることの素晴らしさを見せてやってください。生網を。財団は用紙を貼り付けた何者かが SCP-1487、JP の異常性に関与していると見ており、特定を急いでいます。